エースコック、新魚介だし、塩ラーメン、ノンフライ麺に液体ビーフ末スープ、軽くふりかけがついています。麺はやや細めで表面は粗く、引き締まった感じがある反面、量感にはやや欠ける印象です。スープはあっさりとした魚介系の出汁で、マグロ風味というのがユニークです。わずかに鶏や豚のエキスも感じられ、柚子の香りがするなど複雑な味になっています。しかし全体的に力不足の印象で、エネルギー補給用途にはちょっと向かないでしょう。